皆様こんにちは。今回はウランジさんのカメラヒートシンクのご紹介です。効率的で安定した全範囲の冷却、幅広い範囲の冷却カバレッジに最適化された高い冷却効率、3つの動作モード、低ノイズで高速冷却ファンという最近の高性能なカメラの熱電子を少しでも長く撮影したい人向けのアイテムです。5分でも長く撮影できたら嬉しいです。それでは開封していきます。思ってたより質感がいい。アルミヌーム合金で黒なので、これ装着していてもかっこよいかも。吸盤式なので吸盤用のフィルムが付属します。日本語あるかな。よかった、日本語あった、安心です。方面温度計がついているので状況把握しやすいですね。今回はアルファ7フォーでティストいたします。422 10bit の 4K60p で撮影すると、暑い場所だと数分で落ちるので期待大。吸盤用のフィルム貼ります。かっこいいかも。液晶にはファンモード、カメラの温度が表示されます。見た目と動作、グッドです。それでは、検証します。締め切りの部屋なので、すぐに落ちると思われるダブル。早送り。
温度警告出ました。落ちました。 W 見づらいですが、室温31度 C 付近で7分49秒で落ちました。次はウランジさんのカメラヒートシンクを装着し検証します。3時間カメラをクールダウンしていたら、室温が2度 C 以上上昇してしまいました。悪条件ですいません。ウランジさん、クククク。ファンの設定は強い方の2で検証します。それでは検証開始。早送りします。カメラヒートシンクがなかった時の7分49秒を通過。正直驚いてます。先ほどより室温が高く悪条件なのに、まだ温度警告出ない。すごい、すごい効果だ。温度警告が28分13秒付近で点灯。これは想像を超えた商品です。すごい冷却効果。大変申し訳ございません。先に
SG カードの容量不足になりました。ということは十分な時間撮影できるということです。結果的に SG カード容量分の29分弱撮影できました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。